外に出れない分めちゃくちゃ買っちゃわない？どうも、ケイスケです。いやーね、外出自粛、まあ、伸びましたよね。5月末まで、まあ、緊急事態宣言が伸びまして、外出がね、自粛になって、ほんとね、いろんなもん買ってます。暑いね、しかも。で、この服ちょっと久々に出してきたんですけど、でかいよね。こういうデザインなんですけど、なかなかこうね、着るのが難しいなと思ってます。久々に着たけど、どうかな？どうですかね？やっぱだるっと見えちゃうかな？まあそれはいいんですけども、ね、4月はまあ、最初にも言ったんですけど、めちゃくちゃ買いました。やっぱね、家にいる時間が多いと、Amazon とかめちゃくちゃ見ちゃうんですよね。で、ああ、そういや、これなかったな、あれなかったな、とかもあるし、あと、インテリアね、後ろもね、実は、あんまり見えないかもしれないんですけども、テレビの横に、花を置いたり、花じゃない、草を置いたりとか、まあ、全体ちょっと整理したりとかして、少しずつ模様替えしてるんですけど、そういうのしてるとさ、やっぱ気になってくるんですよね。なんか細かいもの欲しくなっちゃうんですよ。ってことで、いろいろ4月は買ってしまいました。iPad にメモしてるんだけど、いくつ買ったんだっけな。 1,2,3,4,5,6,7 7個。まあでもね、でっかい買い物がそんなあるわけじゃないんだけど、まあちょこちょこね、普段買えないようなものを、買ったので、今回それをご紹介していきたいと思います。今回は毎月やってる買ってよかったものの企画です。早速いってみましょう。ケイスケの動画。はい、ということで、まあ、7個なので、サクサク紹介していかないと全然終わんないんですよね。ってことで、やっとこうと思うんですけども、まずね、紹介したいの、コーヒー系の用品2つ買いました。ダン。これね、セラーメイトっていうメーカーから発売されているガラスの瓶です。僕ですね、コーヒーが、まあ、好きなんですけども、他の動画見ていただいたら多分わかると思うんですけど、コーヒーめちゃくちゃ好きで、自分でね、挽いて入れたりするんですけど、その時にコーヒー豆をね、保存しておく、まあ、いわゆるキャニスターっていうのはなくてですね、いつも、ね、冷凍庫に入れてるやつをそのまま取り出してすぐコーヒーにするってやつなんですけど、まあ、僕のよく見てるブログのね、カフィクトさん、今ね、YouTube もやってるんですけども、そのカフィクトさんでコーヒー豆の保存方法みたいな動画があってね、でそこで冷凍してるコーヒー豆をすぐねやるのはあんまり良くないという話を聞いて、まあできればね、こういう風な形ですぐ飲むんであれば常温でね、保存するのがベストですって話を聞いたので、ガラスの瓶に入れて保存してます。ちょうどね、このサイズ 350ml かなが 100g ぐらいのね、コーヒー豆にぴったりなので、これをね、用意してます。これ1個ですけど、よいしょ。はい、こんな感じでね、これは夜のデカフェ用ですね。カフェイン、ノンカフェインの方。で、こっちはカフェイン入ってる方。で、これはまあ前のね、動画のいつか紹介したんですけども、コロンコーヒーロースターってところから、買ってます。で、1個目がね、このね、セラーメイトの、まあ、瓶なんですけども、2個目がですね、これ、ミルです。オーシャンリッチってところのミル。まあ、今までね、使ってたのは、このカリタのミルなんですよね。カリタのミル、手引きですごい好きなんですけども、やっぱりですね、やってるとですね、ちょっとね、粗さのムラが目立つんですよね。粗い豆と、なんか細かい豆が混ざっちゃうみたいな、それがすごく気になってて、で、こっちはね、おすすめされて買いました。これはですね、妻のことちゃんの、友達の方からおすすめしてもらって、オーシャンリッチの自動のね、ミルを買いました。まあ、手動のね、手引きのミルも好きなんですけども、もう一個買うなら、なんか自動の方がいいかなと思って自動の方買いました。これね、6、7千円ぐらいで結構コスパが良くて、かつですね、まあ、ここにね、コーヒー豆をまあ入れるんですけども、こうやってね、入れて、こうやって入れて、まあ、ちょっと今仮でやっちゃうんですけど、もったいねえな。あとでコーヒー飲もう。これね、カチャッとはめて、で、ここのボタンを押すだけ。はい。こうやって引かれます。こうやって粉になって豆が出てきます。で、僕、詳しくは知らないんですけども、なんかね、ミルには、なんとか式みたいなのがあって、これね、薄式みたいなタイプなんですよね。で、それの方が、なんかいいらしいっていう話は聞いてて、それを買いました。で、充電式ってそこそこね、電池も持つし、まあこれね、1回分か2回分ぐらいしか一気に豆は引けないんですけども、まあそれでも十分かなっていう感じで使っています。僕、大体一人で飲むのでね、結構これは気に入ってます。毎日使ってる、オーシャンリッチの、コーヒーミルでした。これが2つ目。はい、ここまでで2つ目ですね。どう？サクサクいってる？ケイスケの動画。ですね、まぁ、ちょっとカメラとか動画編集系のアイテムも買ったんですけども、それはね、ちょっと後でご紹介しますね。この辺に置いとこう。で、次ご紹介したいのはこれです。ナイフ。オルファワークスっていうところのナイフです。なんでね、ナイフなんて買うんだっていう話なんですけども、これですね、僕結構こう動画にね、レビュー、商品のレビューとか、商品のアンボックス開封とかね、紹介してるんですけども、そういう時にハサミとかで開けてるとやっぱちょっとダサいなと思いまして、このね、かっこよいナイフを、動画映えするナイフを買いました。こんな感じでね。で、なんかキャンプ用のナイフなのかな？めちゃくちゃ切れ味がいいんですよ。
なんでちょっとね触るの怖いんですけども、これはですね、あの慎太郎フレッシュさんっていう、僕がねあのすごく仲良くしてもらってる、あの徳島に住んでらっしゃるキャンプ好きな YouTuber さん、まあブロガーさんがいまして、でその方がおすすめしてたので購入しました。オルファワークスのねナイフ、これでね1000円2000円ぐらいで、すごくね使いやすくてコンパクトでね、これなんかあの YouTube やってる人とかブログやってる人とか、なんかこう段ボールよく開けるよって人はなんか気分良くなるので、ぜひ買ってみてほしいなと思ってます。3つ目はこのオルファワークスのナイフですね。で4つ目がですね、 iPad 系のアイテムになります。はい、こちらモフトですね。モフト X ってやつです。でまあこれ何かっていうと iPad スタンドなんですよね。こういう形の、はい、こうやって iPad を立ちます。まあ2段階調節できるようになってて、こういう風にね、角度をちょっと変えれたりします。あとは横もね、これこのまま立てれたりとか、もう1段階折って横も2段階いけたりしますって感じのアイテムです。もう本当にシンプルにこれだけのアイテムなんですけども、僕ですねあのこの動画でも紹介したんですけども、 iPad 使い始めたんですよね。今手帳とか、あとはネタの YouTube ネタのねメモとかによく使ってるんですけど、でやっぱパソコンやってたら常にこう横にねタスク表が欲しいんですよ。でそのタスク表を見ながら、今日これ終わってる、あれ終わってないとかね、そういうのを確認しながらいろいろ仕事をしてるので、こうやってね立てて欲しいんですよね。横でこうやって常にパソコンいじりながらこうやって見たいんですよ。なんで、あの、このね、モフトを買いました。これはですね、ドレスコードの平岡くんから、まあ何がいいかなっていうのをいろいろ聞いて、まあそうやってね、見るだけとかイラスト描くだけなら、このモフトが一番いいんじゃないってことで、おすすめしてもらって購入しました。超いいね。あの、普段ね、持ち歩くときに全然邪魔にならないし、ケースに入れるときにもね、全く干渉しないので、おすすめです。ということで、買ってよかったもの4つ目でね。4つ目が、モフト X でした。ケースケの動画。で、あと3つは、まあ、動画編集とか写真に関するものでございます。で、どれから紹介していこうかな。まあ、ちょっと動画でも紹介してるところからいくと、これですね。レンズホルダー。はい、購入しました。これ4月に購入しましたね。まあ、何かっていうと、首からかけて、よいしょ、こういう風にね、レンズがかけられると。で、レンズ公開したいよって思った時は、こっち側もね、レンズがカチャッとはまるようになってるので、使ってるレンズをそのままこっちにはめて、で、逆側についてるレンズを取ると。そしたらちゃんとついた方が下に向いてくれるという形のアイテムになってます。首からねかけられるのでレンズ交換がスッと行えるの結構いい感じです。なんかいろいろねコメントで教えてもらったんですけども、あのベルトの部分にねカチャッとはめるタイプもあるみたいで、それはねピークデザインっていうところが出てるのかな、があるんですけども、なんかね僕見つかんなくて、海外のサイトにしかなくてですね、でそれがまた8000円とかでちょっと高いんですよ。これが3000円ぐらいだったんで、まあ正直僕は今これでいいかなと思ってるんですけども、まあどうなんだろう、ベルトにつけた方が楽なのかな。僕はねこれがすごく気に入ってます。であとレンズ外れないんですかってよく言われるんですけども、全然外れる様子は今んとこないですね。なんで安心して、僕は使えています。まあなかなかね今外に出れないんですけども、旅行とかでね使ったら多分いいんだろうね。ちょっとガンガンこれから使ってみたいと思います。それで買ってよかったもの5つ目がこのねコムライトってとこかな。コミュライト、レンズチャージャー、まあ、レンズのね、ホルダーですね、を購入しました。これが5つ目。で、6つ目がですね、こちら、イヤホンですね。イヤホン。ザ・ファイナルっていうところの、E500 だったかなっていう型番のものを購入しました。で、そもそもなんで有線イヤホン買ったのって話なんですけども、僕、まあ、動画編集するんですよね。動画編集するときに、まあ、普通のイヤホン、こうね、ワイヤレスイヤホン使っててもいいんですけども、ワイヤレスイヤホンは、やっぱりですね、ちょっと遅延があるというか、若干こう遅れて聞こえたりするんですよね。で、それがね、やっぱり難点なので、有線イヤホンは常に1個持ち歩くようにしてます。で、そこそこ音がいいのがいいなと思ってたんですけども、ツイッターで聞いてみたら、このファイナルの E500 っていうのがいいよってお勧めしてもらって、かつ2000円ぐらいで、すごくですね、気に入ってます。もともとね、ASMR とか、あの、バイノーラルサウンドっていうのが最近流行ってるらしいんですけど、そういうの聞く用のイヤホンらしくて、かなりね、音の分離感がいいですね。音楽聴いた時にも、しっかりとね、ドラムとかボーカルとかの分離感がわかるようなイヤホンになってます。ファイナル自体は、他にね、E1000、E2000、E3000 とかあるのかな？型番がちょっとあるんですけども、それね、他の試してないので、ちょっとまた機会があった時に試そうかなと思ってます。おすすめの有線イヤホンです。今日で買ってよかったものの6つ目がこのね、E500 っていう有線イヤホンでした。はい、ラストです。ラスト、こちら買ってよかったもの、まあ全然使えてないんですけどね、買ってよかったものが健康から出てるレンズフィルターですね。ブラックミストナンバーワンっていうフィルターになってます。これね、写真やってる人の中ではかなり有名なフィルターなんですけども、どういうものかっていうと、あ、つけてみたらわかりやすいよね。この今撮ってるカメラに例えば、つけてみると、おい、こうなります。わかります？ちょっともやっとしたの分かります？うん、これ撮るとこんな感じ。つけると、はい、こんな感じ。はい、
っていうね、これね、ローコントラストフィルターってやつで、ちょっともやっとさせるためのフィルターなんですよね。少しドリーミーというか、光を拡散させて、ちょっと幻想的な雰囲気を出すときに使うやつです。で、僕本当ね、動画用に買ったんですけども、ちょっとね、動画に使うと、もやっとしすぎかな。どう？変わってる？変わってるよね。うん。ちょっとだけね、もやっとしすぎな感じがしてて、結構写真向きかなと思ってます。この前ね、オックスアウトさんとの、コラボレーション動画も出したんですけども、そこでもね、オックスアウトさんが言ってらっしゃって、このね、ブラックミストよりももう少し弱いローコントラストフィルターがいいかもねっていう話はしてて、写真にはね、すごいこのフィルターいいみたいなんですけども、僕も撮ってみていい感じなんですけども、まあ動画とはまた違うのかなと思ってるところです。まあとりあえずこれでね、いろいろ写真を撮って、またね、動画でご紹介したいなと思いますので、ぜひね、そこも楽しみにしていてください。ということで、買ってよかったもの最後の一つが、このね、健康のブラックミストナンバーワンっていうフィルターでした。ケイスケの動画。はい。で、ザクザクザクっと、本当にね、サクサクっと紹介していきましたが、いかがでしょうか。いやね、本当ね、買っちゃうんですよ。まあ、友達とあんまり遊びに行かないからいいんですけども、まあ、本当に飲み会とかもなくなったし、お金使うこともね、他になくなったんで、まあ、ちょっとお金貯まりやすくなったかなとは思いつつも、家にいるとね、Amazon とかめっちゃ見ちゃうんで、ポン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 買っちゃうんですよね。本当はこれ以外にも、いろいろ買ったものがあったんですけども、まあ、なかなかね、ちょっと届かないというか、まあ、在庫がなかったりして、5月の半ばとか末とかに届くものが結構あんのかなとかなので、またそれがね、届いたら、6月に5月買ってよかったものとして、ガンガンご紹介したいと思います。そう、5月は新しいレンズとかも来るから、めちゃくちゃ、楽しみです。そっか、それでお金使ったのか。本当に、外出自粛期間、結構ネットをね、見る機会多いと思うんですけども、僕がね、言うことじゃないんですけど、買いすぎないように、まあ、ストレスも溜まっちゃうんでね、我慢しすぎない程度にいろいろ買って、このね、外出自粛の期間を過ごしていきましょう。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価、ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、Twitter、LINE、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねあ、そう、実はですね、1個前の動画から少しだけ色味を変えてみました。どうでしょうか？若干暗さとかも変わってると思うんですけども、その辺感想どっちがいいとか、コメントの方で教えてもらえると嬉しいです。じゃあねー。